連日続いていた猛暑ですが、雨が降る影響で気温の方も落ち着いていきますでしょうか。そうなんですね、しばらくは、台風4号の影響で雨の降りやすい天気が続いていく予想でして、各地で続いていた厳しい暑さ、これを、抑えられる想定なんですよ、はい、でその台風のまず動きをご覧いただきましょう、台風4号現在東シナ海を北上中なんですけれども、動きが大変遅いというのが特徴になります。で火曜日、九州にかなり接近をしまして、その後西日本から東日本の太平洋側を東進していくという可能性があります。予報円が非常に大きいというのがあるので、台風の中心どこを通過するかというのはまだ、定まっていないといったところが正直なところなんですけども、はい、どのコースを通っても、雨は降りやすい。これに伴いまして、気温の上昇は抑えられるということになります。で気温予想で見てみましても、西日本や沖縄はだいたい30度前後といったところになります。台風が通過していくと日差しが出てきて、またちょっとこう上がる傾向も、見られるんですけれども、35度というような数値には至らない予想です、はい、北日本、東日本、こちらもやはり35度という数字はもうなくなります。東京や名古屋、猛烈な暑さとなったところも向こうしばらくは30度前後ということになります。ただいずれのエリアも湿気がかなり多いですから、蒸し暑くなります。引き続き、熱中症などには注意が必要ということにはなりますね。日差しが乏しくても油断せずに熱中症対策を行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。